皆さん、もうすぐ記念日ですよ。今回は一体何を食べましょうか。ねえペコリーヌ、記念日って食欲を満たす日じゃないのよ。あんた祝うより先に食べることが目的になってない？ギャル様、私たちは美食殿でございますよ。お祝いの時となればみんなで楽しく食卓を囲むのが当然です。私今回も腕によりをかけてお食事の準備をいたしますね。ありがとうございます、コッコロちゃん。となれば食材の調達をしなきゃいけませんね。皆さん早速冒険に行きましょう。シェフィー長、どうかしましたか？ごめんなさい、食材の調達はみんなに任せてもいいかしら。何よ、みんなでお祝いの準備をしようっていうのに他の用事でもあるの？ね、プレゼントを用意したいの。私から彼に贈るためのプレゼントを。シェフィー様がお一人でプレゼントをご用意されるのですか？ええ、今まではペコリーヌさんやコッコロさん、キャルが考えて用意してくれてたけど、私はいつも手伝うことしかできなかった。だから今回は私が自分で考えて自身の気持ちと感謝を、いつも頑張ってくれている彼に届けたいと思って。ダメかしら？へえ、一人でね。でも大丈夫？ハードルは高いわよ。私たちのサポートなしでやれるのかしらね。もうキャル、子供扱いしないでくれる？私だって一人前にやれるわよ。今までで一番いいプレゼントを作ってみせるんだから。お、言ったわね。いいんじゃない、私は構わないわよ。はい、私も問題ありません。成長したシェフィー様の覚悟、温かく見守らせていただきたいと思います。シェフィーちゃんの作るプレゼント楽しみですね。私たちの分まで感謝の気持ちを込めてシェフィーちゃんらしい贈り物を作ってみてください。ペコリーヌさん、コッコロさん、キャル、ええ、任せて。みんなを幸せな気持ちにできるものを作り上げてみせるから。じゃあ早速準備に取り掛からなきゃ。みんな行ってきます。行ってらっしゃーい。